スノマタ川の戦いは、自称5年3月10日、終わり、美濃国境付近のスノマタ川において、源の雪家軍と兵士軍との間で行われた、戦闘である。自称、樹影の乱の一つに位置づけられる。兵士は、前年の自称4年10月の富士川の戦いで、源の頼朝、海源寺連合軍に敗れた。その後、反兵士の動きは拡大し、美濃、 大江などでの反乱の挙兵が相次いだ。それに対して、福原からの艦と、総艦の制度構築などの対策を重ねた兵士は、機内の反乱や、反兵士の動きを取った、南都自社勢力の制圧に成功し、美濃の反乱も制圧した。さらに源の幸家が進出したとの方へて、尾張への進撃を前提に、兵糧や軍船水浴を徴収の支度を進めひら。 宗盛を将とする出陣が予定されていたが、ウルー2月、平野清盛が死去し、出撃は一時中断される。しかし、自称5年ウルー2月15日兵士は、平重平を将とする軍を大和へ派遣した。それに対して、源の幸家は、軍勢が、砂又川東岸に陣を指揮待ち構えた。幸家は、頼朝の帰餓には入らず、独立勢力して、三河、 終わり国で勢力圏を築いていた。3月10日両軍は砂股川を挟んで退治した。雪家軍は夜間の奇襲を企てて溶かした。しかし、兵士軍が濡れている兵士が敵であることに気づいたため、雪家の奇襲はすぐに見破られ、雪家軍は大敗した。この時、雪家の軍に加わっていた、源の義援、源重光、源、 よりもと、よりやすといった、源氏一門の諸将が戦死、雪家の次男両来が敵軍の捕虜となっている。雪家勢は、その後、厚田にこもったが、そこも打ち破られて、三河の矢幡川まで撤退し、雪家はそのまま敗走した。また兵士はそれ以上進撃せずに撤退した。合戦の結果は雪家率いる源氏軍の大敗北であり、敗因としては、 雪家と義援で先陣を争った指揮系統の乱れ、また、源氏法が低湿地を背後にして戦ったため機敏な退却ができなかったことなどが原因と考えられる。また兵士側は、伊勢から大量の兵船と水夫を動員することが可能だったことも、兵士の勝因に挙げられる。尾張を制圧した兵士がそれ以上東へ進めなかった要因は、頼朝の援軍への警戒。 後白河法王と宗盛の反乱軍への追悼方針の祖母そして何よりも基金による兵糧の不足が挙げられている。その後兵士は基金に悩まされつつも反乱鎮圧の主眼を機内、西国へ向けるようになり、東国に対しては欧州藤原氏や越後の上司と提携して、東国法移毛を築く方策を検討するようになる。敗北した雪家は頼朝に接近を図るが後に、 源の義仲のもとへと走ることとなった。なお、原平ースのまた川五線場は、大垣市指定史跡となっている。ありがとうございます。